どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はタイ・バンコクスアンナプーム国際空港に来ております。で本日はですね、こちらから、市内の方に行きまして、今回ですね、私ずっと泊まりたかったねホテルがありまして、ヒルトンホテル系なんですけども、ウォルドーフ・アストリアっていうね、ヒルトン系では一番高いカテゴリーのねホテルがあるんですけども、こちらにね、バンコクにあるということで、今回ね今ニューヨークでね利用できればよかったんですけど、ニューヨークはねずっと改装中ということで、まあ、今回ねこのバンコクでウォルドーフ・アストリアね一泊お世話になりますということで、このね、スアンナプーム国際空港からタクシーでね行きたいと思います。まずですね、ちょっとね次日本に帰ります。とうとう私ね今回ね一時帰国ということで一回ね日本に帰るわけなんですけども、 PCR 検査がね必要になりますので、 PCR 検査ねまず受けてからタクシー拾ってウォルドーフ・アストリアの方にね行きたいと思います。ということで PCR 検査場探しましょう。ということでグラブ呼べたんですけど、私ね到着にいたんですけど、間違えてね出発ターミナルの7に呼んでしまって、今4階のね出発ロビーに来ました。でこの7番のところにね来てくれるみたいなんで、そこに行きたいと思います。で明日夜9時にね PCR 検査の結果を取って、23時59分の飛行機でね日本に帰りますんで、まあ多分ねこの空港は多分そんなに混み合わないと思うんで大丈夫だと思うんですけど、ちょっと心配ですね。まあ、それが一番早いやつって言ってたんで、もう私にはね選択肢がありませんので、ひとまずそれでね行きたいと思います。ということで7番、あれですね、はい、この番号が出てると思うんですけど、これの7番のところに行きましょう。多分まだついてないんでね、多分間に合うと思うんですけど、これ気をつけないといけないですね。だからブログで読んだやつにも気をつけてくださいって書いてあったんですけど、まあ気をつけながら間違えましたね。はい、出発と到着がね違う階にあるんですよね。ここは出発ターミナルです。ハロー、 Thank you。 それでは無事に乗り込みました。ウォルドーフ・アストリア、バンコクまでお願いします。いやこれ気をつけないとダメですね。若干英語が入ってて若干英語じゃないみたいな、そんな表記なんでね、はい、これ間違えちゃう方多いと思うんですけど、気をつけましょう。私も今後気をつけたいと思います。調べたらだいたいね1500円ぐらいですね。まあいいでしょう。まあベトナムの方がめちゃくちゃ安かったですけどね、まあ、快適なんでね、ちょっともう日本に帰りますんで、ね、ちょっと贅沢させていただきました。ということで30分ぐらいねかかるみたいなんで、ちょっとゆっくりしたいと思います。ということで間もなくねホテルの方に到着となります。結構かかりますね。めちゃくちゃ渋滞しました。今ね6時43分なんで、もうね1時間半以上乗ってますね。はい、渋滞すごいですいやこれはちょっとね明日帰る時にね考慮して早めに出た方がいいですね。はい、正直びっくりしました。もうここのね通りに来るまでは結構流れてたんです。ここはね流れてるんですけど、ここに入るまでの道がね本当に40分ぐらいかかったんじゃないかな。びっくりでした。でもここら辺はホテル街なんですね。はい、ここはルネッサンスがありますし、私が泊まるエリアもね近くにはセントレディスとかコードヤードとかねあるような、本当にホテルが集中しているエリアなんですね。はい、いや非常に綺麗ですね。Only one deck, right? は
はい、ということで無事ねチェックインすることができました。では行きましょう。今回1414号室ですね。あ、どうでしょうか。よいしょ。はい、こんな感じになっております。おー、いいですね。広いですね。どっから見ていきましょうか。こっからにしましょうかね。まずここがミニバーですね。はい、今ね一通り簡単に説明をね受けました。ですんでね、私はちょっと軽く見ております。で、ここら辺は全部有料ですね。で、お水は無料ですね。お水は無料です。で、こちらね、ビールとこちらは有料で、この上のねココナッツジュースは無料らしいですね。はい、後でいただきましょう。で、あとよいしょ、こちらですね、コーヒーとティー、こちらも無料ということでした。はい、っていう感じになります。部屋は本当になんか、ザタイっていう感じですかね。はい、どうでしょうか。はい、こちらに大きめのテレビ、こちら60インチぐらいのテレビがありまして、こちらはウェルカムスイーツですかね。はい、後でいただきましょう。で、あとお水が置いてあって、はい、ベッドです。ベッドは大きいですね。はい、キングベッドサイズということで、はい、いいですね。で、部屋もねかなり大きいですね。こっちから見ていただけるとわかると思いますが、かなり大きいですね。はい、で、今回ねアップグレードしていただいて、パークビューっていうのにねしてもらったみたいなんですよね。で、どうしようか。ね、全部ここで操作するそうです。はい、開きましたね。はい、こんな感じになっておりまして、あー、綺麗ですね。はい、こちらがね、ヒルトンのパークビュー、ちょっと後でね、あの電気消してみたいと思います。今ちょっと反射しちゃってますんでね。はい、でもかなり大きい窓でね、はい、気持ちがいいですね。はい、で、ベッド周り行きましょうか。ベッド周りはこんな感じになってまして、こちらはね、あの電気とか全部これでね操作するそうです。で、時計があって、コンセント類とかは見当たらないですが、どっかにあんのかな。なさそうですね。で、こちらですね。はい、こちらに、あ、なんかある。いや、ないですね。 iPod の端子はありますけど、コンセント類はどっかにあんのかな。なさそう。はい、こういう非常灯は入ってますね。はい、コンセントはなさそうですね。はい、で、で、私のスーツケースはもうセットしてもらってますね。はい、こちらがクローゼットです。わー、すごい、初めて見るガウンですね。はい、で、こっち側に金庫と、シューサービス、あとクリーニング系のやつですね。あとアイロン台と傘があります。で、下に何か入ってるのかな。あ、下には入ってなさそうですね。はい、ここに、これ何だろう、これは、あ、スリッパの替えが入ってますね。1個はねもうセットしていただいている感じですね。こちらからです。はい、こちらにねスリッパはねもうセットされていますね。ではバスタブ行きましょう。はい、どうでしょうか。おお、すごいですね。さすがウォルドーフ・アストリア、ヒルトンの最上級ブランドっていう感じがしてきましたね。はい、こちらにドライヤーがあって、こちらの棚は空です。いやー、綺麗ですね。はい、ちょっとここから行きましょうか。はい、こんな感じで、こちらにアメニティですね、歯ブラシ、シャワーキャップ、ボディクリームに、これはマウスワッシュですね。はい、一通り入ってます。ヒゲ剃りはないですかね。で、こちらは石鹸で、タオルで、お水がセットしてあって、あとタオルがね下にあります。いや、いいですね。非常に高級感があります。で、こちらにバスタブです。ありがたいですね。こちらにも石鹸がありますね。で、こちらにシャワーですね。シャワー固定、可動式のシャワーが一つで、こちらにアメニティが、ちょっと見たことないな、図鑑ソウル、なんて読むのかわかんないですけど、こういったアメニティとなっております。いいですね。シャワーブースが独立してるのがいいですね。ちょっと映んないかもしれないですけども、
一番上の方にね、はい、可動式と固定式もねちゃんとある感じですね。はい、以上でしょうか。ここにテレビがありますね全然気づかなかった。これどうやって見るの。一応あのお風呂からの角度だとこういう感じで見る感じですかね。はい、まさかの位置ですねこれも。はい、こういう感じになります。あとこれも果物ですね。はい、これもいただけるやつですね。はい、こんな感じになります。ということでこちらにね一泊お世話になります。今ね15分ぐらい喋ったところでスイッチが入ってなかったです。またやりましたね。ということでこちらねウォルドーフアストリアバンコクということで、初めてねこのウォルドーフアストリアねブランドに宿泊させていただくということで非常にね嬉しいです。でここのねホテルはですね、私がねよく拝見させていただいている海外のブロガーの方がちょうど1ヶ月か2ヶ月前ぐらいねレビューブログを上げてまして、結構クソ味噌に言ってたんですよね。ですので結構心配だったんですけども、まあ私としてはね別にそこまでですかねっていうところですかね。今回この客室ねアップグレードしていただきましたし、でまたレイトチェックアウトね、明日私フライトが遅いのでできるだけ遅くまでって言ったところ、午後4時まで、まあ最大までねレイトチェックアウトさせてくれるっていうふうに言っていただけたので、まあ、非常にありがたいんですけども、このホテルにはねもともとラウンジはないんですよね。でそのラウンジがない代わりに500バーツっていうのが一晩に対して1人もらえる、まあ、1人なのか一晩なのかちょっとここはね確認しないと分かんない部分なんですけども、この500バーツもレストランでしか使えない、あのインルームダイニングとかあのミニバーとかでね使うことができないっていう風になりますんでいう感じです。でそれ以外にはですね1000バーツのスパのトリートメントクレジットがいただけるそうなので、利用されたい方はね1000円、まあ、1000バーツ引きで利用することができるっていう感じですね。まあそれ以外はないですかね。あと1000ポイントのボーナスポイント、まあこれはダイヤモンドであれば間違いなくいつももらえるものなのでそんなもんですかねっていう感じになります。ということでこちらにね一泊お世話になるわけなんですけども、あの空港からここまでね2時間弱ねかかりました。でタクシーなんかめちゃくちゃ寒くて、まあ、上着着たんですけども、はい、ちょっとね疲れましたね。で今日夕飯ね、あのもう結構お腹空いてるんですけど、この近くにねあの有名なあのブログの方が書いてたねブーバッポンカレーっていうカニのカレーだったかな、まあ、それが有名なお店があるということですね。そこねちょっと行きたいなと思っております。ということでもうね7時過ぎておりますので、ちゃちゃっと食べてねあの今日のところはねゆっくり過ごしたいななんていうふうに思いますので行きましょう。はい、ということでこんな感じですかね。私としてはねこのウォルドーフアストリアねニューヨークでずっと泊まりたいブランドだったんですけども、私が2019年に YouTube 始めたぐらいの時にクローズして改装してるんですよね。でもう改装してもう3年4年経ってもまだ再開しないんですよね。だからどうなっていくのかちょっと分かんないですよね。もしかしたらニューヨークのウォルドーフアストリアがまた再開するかもしれませんし、しないのかもしれないんですけども、ちょっとずっとね泊まってみたかったブランドなんで個人的にはね、かなり嬉しいです。はい、高級感がやっぱりありますかね。ちょっと皆さんねぜひあのこのホテルはあの LXR 京都6京都ありますよね、ここより1個上のねグレードのホテルっていう風になりますんで、ぜひね感想を聞かせていただければなと思います。高級感はねやっぱめちゃくちゃありますよね。なんかマリオットでいうリッツカールトみたいな、まあ、そんな感じのね雰囲気を漂わせる感じですね。特にこのお水とかね、はい、まあ、エディションもこういうお水ですけども、はい、そんな感じですかね。はい、ということで夕食行きたいと思います。ということで食べ行きましょう。15分ぐらい、思ったより遠かったですね。歩くとブーパッポンカレーのねお店があるということで行きたいと思います。あんまり夜ね出かけることがないんで正直かなりビビってますけど、まあ歩いてる人結構いるんで大丈夫でしょう。いや、やっぱり蒸し暑いですね。いや、あのタクシーの中は本当にめちゃくちゃ寒かったんで今ちょうどいいですね。あ、ここグランドハイアットなんですね。ここグランドハイアットホテルですね。なんかホテル密集してるって言ったと思うんですけど、本当にセントレジスとかね近いみたいなんで、客室から見えた公園がその周りにホテルあるみたいな、まあ、そんな位置づけみたいですね。
あ、ここは本当に幹線道路の脇を歩いてる感じですね。こんな感じです。今私が歩いてるところはタイの夜を歩いております。まあこの時間だったらまだ大丈夫だろうと思って軽い気持ちで出てきましたけど、ちょっと怖いです。まあ多分全然大丈夫なんじゃないのかな。でもここの道に入った途端に全然歩いてる人いなくなりましたね。でも車がこんだけ通ってんで安心感はあります。ここの上を歩くのが正解だったのかもしれないですね。歩いてる人すごいたくさんいる。下歩いてるのは私ぐらいですね。いや、これが何なのかもよくわかんない。駅だと思ったら駅じゃないのかな。この時間はでもすごいんですね、渋滞が。あ、バス待ってる人結構いらっしゃる。路線バス利用される方も結構多いみたいですね。いやー、やっぱこうやって渋滞がひどいとバイクの方が楽ですね。にしてもあれですね、バンコクはベトナムに比べると全然車の方が多いですね。ベトナムはもう車よりバイクの方が多かったですけど、これは登っていた方が良さそうだな。あ、歩道橋を渡るって出る、素晴らしい。 Google マップ様々な。あ、何してんのかと思ったら物売ってるんだ。あ、すごい、子供が物を売ってるんだ。いや、めちゃくちゃ一気に人が増えてすげえ安心感。いや、安心ですね。帰りもここ通りましょう。いや、子供がお金を求めてるのはちょっとかわいそうですね。かといって私が何できるわけじゃないですからね。あ、ここ改札になっちゃうのかな。あ、そうっぽい。下に降りれるかな。あ、降りれる、降りる。ちょっとね、調べて入りたいと思います。気がついたら通りを入ったら市場がすごいですね。スイカとか揚げ物とかいろいろありますね。あ、すごい。私の求めてるお店もここら辺にあるはずなんですけど、わからない。ここのビルかな、確か4階って書いてあったと思うんですよね。ちょっと入ってみましょう。今ね、ちょっとね、レストランフロアに来てみたんですけど、日本食すごいですね。まあこのケンタッキーフライドチキンはそうでもないですけども、てんやとかね、かつやとかね、大戸屋とかね、寿司伝とかね、はい、日本牛角とかやばいです。唐山までありますね、すごっ。ということで、私の探してるお店はね、ここじゃなさそうなんで、ちょっともうちょっと探したいと思います。でも日本食すごいですね。わあ、すごい、スタ丼まであるんだ、すごいですね。いやー、もう一個上なのかな。あ、あったかも、違うかな。はい、ということでこちらですね、やっと見つけました。何回かね、はい、通り過ぎましたね。はい、三本シーフード、こちらです。ちょっとまだ入れるかどうかわかんないですけど、聞いてみたいと思います。9時閉店なんですよね、今8時過ぎぐらいです。ということで、入りました。こちらですね、サイボンシーフード。ちょっとね、ここなんていう建物なのかわかんないですけど、ショッピングセンターみたいなところの中の一つのテナントなんですよね。ですんで、あの Google マップだとね、あのその場所を合わせても、まあ、もちろんね、あれなんですよね、階があるんでわかんないと。で、ぐるぐる探し回って、この名前ね、これ英語表記がね、見てなくて何回か素通りして、でもう諦めて、あの勝谷に入ろうかなと思ったんですよ。勝谷か唐山だったんですけど、いや、さすがにねと思ってもう一周したら見つかりました。ということで、ブーパッポンカレーの M サイズと、まあ、カードが使えるということで、あのね、現金持ってきたんですけど、センキュー、持ってきたんですけど PCR 検査でね、全部使っちゃったんでほとんど残ってないんで、で、まあ、カード使えるということで、このね、ブーパッポンカレーね、日本語表記もちゃんとあるの。カレーの、カニのカレー炒め、他店とは一味違いますということで、とあとチャーハンの
エビ抜きの S サイズを頼みました。ちゃんと頼めてるか分かんないですけども、それでいただきたいと思います。ということで、あの飲み物何がいいですかっつって水って言ったんですけど、あれここ水あれかなと思ってビールにしちゃいました。はい、ということで、ああこういう感じだ、あれなんですね、ビールの1本で来ないで、瓶で来るっていうね、はい、めちゃくちゃ暑いですねバンコクも、うん、まあ、ベトナムと同じぐらいかな、はい、まあでも来れてよかったです。本当にもうちょっとで唐山で諦めようかなと思ってたので、まあ、もう明日帰りますんでね、さすがに、まあ、食べたいけど食べなくてもいいですよね、うん、ということで今注文完了しましたんで、もうしばらく待ちたいと思います。あ、そうそう、このねブーパッポンカレーっていうのはあれなんですよ、カレーだけなんですよね。ですんで、あのライスが入ってないんで、お米どうするのって聞かれて、まあ、チャーハンにしたっていうことで、普通のお米もあります。ということで到着しました。めちゃくちゃでかいですね、はい、まああのこれがブーパッポンカレーということで、あのおぎやはぎのね、矢作さんがねめちゃくちゃうまいと、あの太鼓判をしてたので、多分これはここに移して食べるんですよね、多分ね。なんか移す用のスプーンっぽいよ。一人で M サイズ食べる人いるのか、多分そんな気がする。でも一人だから別にいいのかなまあいいですね、一人なんでね、はい、そのままいただきましょう。多分これは本来分けてあれするのかなと思う。 S サイズで全然良かったですね、はい、これは失敗です。ちょっと S だとちっちゃいかなと思ったんですけど、全然いいですね、はい、めちゃくちゃでかい。ということでいただきます。うん、美味しい。あ、これはうまいですね。うん、これはこのカニを取って食べるのめちゃくちゃ時間かかりそう。まあでもいいでしょう。いや、これめちゃくちゃうまい。なんかね、殻なしみたいなのもね頼めるらしいんですよね、うん、聞いてみた方がいいかもしれない。めちゃくちゃカニ大きいんで、いやでもこれうまいっすわ。うん、センキュー。いや、チャーハンもでかいなこれチャーハンもでかいな。はい、チャーハンも届きました。はい、これ完全にやりすぎたパターンですね、また。まあいいでしょう。うん、まあせっかく見つけたんでね、堪能したいと思います。チャーハン、うん、あ、結構油が効いてる、ごま油かな。うん、美味しいです。うん、一応チャーハンをおすすめされたんでチャーハンにしたんですけど、よく考えたら普通のお米でも良かったですよね。うん、でもめちゃくちゃ美味しいんでいいですね。ということでこんなもんですかね。あとはゆっくりいただきましょう。ちょっとめっちゃ時間かかりそうなんで、なので一応こう9時閉店であと30分ぐらいしかないんで急いで食べます。ということで外に出てまいりました。プーパッポンカレーと、チャーハンで、あとビール、あれは瓶ビールでしたね。あれで全部で4000円ぐらいですね。はい、日本で考えたら結構安いんじゃないですかね。うん、正直ね、あんなに頼まなくてもよかったですね。はい、ちょっと量が多かったです。ですんで S サイズで全然いいですね、一人だったら。ということで、ホテルね、戻りたいと思います。ということで歩いて帰りましょう。そこにね、セブンイレブンとかもありましたね。いやーすごいな、日本食もめちゃくちゃあるし、すごい住みやすいんですね、バンコクって。初めて来ましたけど結構衝撃です。では帰りはね、この歩道橋を歩いて帰りたいと思います。ちょっと行きにね、かなり人いなくて不気味だったんで、このルート歩いて帰りたいと思います。いやー、お腹いっぱい、あ、腹はち切れそう。食べ物残すの嫌いなんですよ。できるだけ食べきりたい。まあテイクアウトできたのかもしれないですけどね。とりあえずホテルまでね、テクテク歩いていきたいと思います。やっぱ外暑いですね。もう9時過ぎてますけど、皆さんが薄着になる理由がわかるね。ということで時刻は夜10時半になりました。そろそろね、休みたいと思います。生入りのウォールドーファーストリアのお水を飲んで、今日のところは
寝ましょう。いやーちょっとねまだ寝れないかな。今帰ってからずっとねお風呂にだけ入ってちょっとねゆっくりしてるんですけど、お腹がねまだ苦しい。いやー食べ過ぎましたね、うん、はい。ということで、あ、夜景皆さんにお見せしましょうかね。いかがでしょうか、綺麗に写っておりますでしょうか。はい、こんな感じになります。いや綺麗ですね、うん。こちらタイバンコクのボルドーファーストリアからの夜景です。いやめちゃくちゃ綺麗ですね、うん、いいですね。ということで今日のところはこんな感じで休みたいなと思います。いやお腹苦しい、もうちょっとゆっくりしてから歯磨きしてね休みたいと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。ただいま朝の8時になりました。これからね朝食と見に行きたいなというふうに思っております。ちょっと昨日ねお腹いっぱいになりすぎてベッドで横になってたらそのまま寝てしまうっていうね失態を犯しました。何にも充電せずに寝てしまって今慌てております。でこれです、これココナッツジュース、これね無料で飲めるそうなんですけど、これ見てください、これこれね切れ目見えるかな、切れ目入ってるんですけど、これ、ね、開け方わかんないんですよ。これどうやって飲むのこれ。でこれねこのまま行くわけでもないんですよ。ですんでね15分ぐらい今格闘してわかんないんで、今ホテルの人に来てもらうっていうね非常に申し訳ないね結末を迎えてしまいました。これどうやって開けるんだろうな、このあれあるじゃないですか、コルク抜きあるじゃないですか、それで行っていいんだったら別に行くんですけど、そんな野蛮なことをしていいのかなとか、もしそのコルク抜きを壊しちゃったらとかいろいろ考えてホテルの人に来てもらうっていうね、はい、結末です。いやお水ねフリーでもらえますんで、これはいいですね、うん、本当に洗面台とかにもねお水セットされてるんですけど、はい、多分ここは水飲めないですよね、水道水ね、だから置いてあるんだと思うんですけど、いやこれは本当にありがたいですね、はい。今日のところはね朝食を食べて、あとねここホテルにプールがあるんですけど、そのプールがこのホテルのヒルトンとかのねホームページのトップ画面になってるんで、そこはちょっとね見に行きたいんですよね。一応なんかインフィニティプール的になってるのかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあとりあえずプールはね一応入る準備をして見に行きたいと思います。はい、ということで今日はねもうゆっくりして仕事して、とりあえず今日ねフライト夜控えてますんで、4時までのねレイトチェックアウトまでの間仕事しつつゆっくりしてプールねお見せできればなと思います。エレベーターフロアはこんな感じになってます。非常に高級感がありますね。でこちらは客室フロアです。はい、非常に高級感ありますね、はい、同じこと言ってる。でこちらはエレベーターホール、いや素敵です。それではね席に着きました。チェックインの、ね、カウンターの、ね、隣の朝食会場ですね、まあ、こういったメニューがありまして、まあ、これはジュースとかスムージーとかコーヒーとかのメニューで、まあ、こういったものが注文できますよという感じです。であとねブッフェ形式になっておりますのでちょっと見ていきたいと思います。ここはシリアルですね、うん、これはヨーグルトのカップにもウォルドファーストリアのマーク入ってますね、やばい。でこっちがパンです。 Good morning. パンフランスパンいろいろありますね。あ、出ました、はい、久しぶりに見ましたね、生ハム自分でキリキリできるやつ。あ、これはあれですね、やってくれてるんだ、いやいいですね、これねうまく切れないんですよ。でサラダと生ハム、サラミもう一個ありますね、また違うんですね、ポークの種類が違うのかな。でこちらでソーセージ、これは注文する感じかな。で豆スープに、これはわからない、トマトの煮物みたいな、トマト、ベーコン、マッシュドポテト、
モーニング。あとこっちはフルーツ、あとドライフルーツ、あと蜂蜜ですね。あと刺さってる、これはスナックみたいな。あとチーズですね。チーズめちゃくちゃありますね。チーズの種類すごいすごいです。チーズの種類が。であと蜂蜜ね、はい、酢の蜂蜜ありました。あ、これで以上だね、はい、ということでいただいてまいりました。ヨーグルト、ブルーベリートッピングしたらすげー膨れました。あと、トマトとソーセージ、あのカッティングした生ハムとマッシュドポテト、あとレタスですね。いただきます。いや、めちゃくちゃ美味しそう。昨日ね、あんなにお腹いっぱいじゃなかったら多分もうちょっとね、いろんなもの食べれたと思うんですけど、あんまりお腹が空いてないですね。はい、ということでいただきましょう。で、飲み物はですね、オレンジジュースと生搾りですね。めちゃくちゃ美味しい。あとカプチーノ、ちょっと映ってるか分かんないですけど、アート的な感じになっております。ということでいただきます。いや、この生ハムね、はい、カッティングしてたも生ハム、あれですね、パリ以来でですかね、はい、パリでも朝食会場でありましたけど、ね、美味しいんでいいです。いただきます。美味しいですね、うん、もうなんだろうな、まあ、高級な生ハムなのは間違いないですけど、やっぱり切りたてなのかめちゃくちゃ美味しいですね。あとソーセージ、これはチキンソーセージって書いてあります。このソーセージ脂っこくなくてとても美味しいです。あとマッシュドポテト、これもバターが効いてる感じにして非常に美味しいですね。あとはブルーベリーがたくさん入ったヨーグルト、めちゃうまですね、うん、はい、そんなところでしょうか。あとカプチーノいただいていきましょうか。あ、カプチーノも美味しいっていう感じですかね。あんまりお腹が空いてないんでね、まあ、軽くいただいて、お部屋の方にね戻りたいと思います。ということでプールに来ました。こんな感じですかね。ここら辺のアングルから撮られてるのがこのウォルドフアストリアバンコクのヒルトンのトップページの写真にね映ってる画面になります。これね、思ったよりちっちゃいです。あのね、ホテルの写真だとすごいこれね大きく見えるんですけど、そんなに大きくないですね。で、奥に行くとこんな感じでね、プールに浸かりながらの横になれる場所みたいなのもあるという感じですね。いや、いいですね。これはいいんじゃないですか。今日もね暑くなりそうなんで非常に楽しめるのではないでしょうか。で、こっち側にはね、上がってゆったりする場所もあって、バンコク日差しも強いし暑いですんでね、今も結構暑いです。いや、非常にいい。で、こんな感じでね、外もまあギリギリ見えるか見えないか程度ですけどね、はい、こんな感じになっております。いや、いいですね。ちょっと私も時間があったらね入りたいと思います。奥にねちょっと見えると思うんですけど、バーエリアがあって、まあそこでお酒を買って、まあここで楽しむみたいなね、まあこんな感じで利用することができます。はい、いいですね。ということで客室戻りたいと思います。いや、すごいな。ということで時刻はね今1時半ぐらいになりまして、これからですねちょっとプールの方をね見に行きたいなと思うのと、朝言ったね500バーツのクレジットについて、こちらねバーとレストランで利用できるということですんで、まあちょっとプール行ってまあちょっと一杯いただければなと思います。まあ一杯いただけるのか足が出るのかちょっと分かんないんですけども、で朝起きてね、このココナッツジュースね、はい、これフリーなんですよ。で、開け方がわからないということで、ホテルの店員さんね呼んだんですけども、ちょっと来なかったんで、まあ、先にね朝食行ってしまったんですけども、今ね開けていただきました。これね実物っていうか開ける前をねお見せしますと、今ホテルの店員さんに開けてもらったんですけど、部屋来てもらって開ける前がこんな感じなんですよね。ちょっとピント合ってるかどうか見えないんでごめんなさい、申し訳ないんですけども、こんな感じで今開けてもらったのがこんな感じなんですよ。ですのでこれどうやって開けたかというと、本当にねこの客室にこういった感じでねナイフが置いてあるんですよ。ですんでこれね本当にうわーみたいな感じで力技で開けるっていうね。いや、なんか私ね開ける方法みたいなのがあるのかなと思って、なんか切れ込みとか入ってるんでね、はい、あるのかなと思ったら特になく、本当に力でガンガン
みたいな感じで、まあ、割って開けるみたいなね。ですんで、あの今ねホテルの店員さんにも言われたんですけども、あのご自身でやる場合はね本当に気をつけてくださいと。あの店員さんもねすごいあのめっちゃ大変そうだったんで、あの気をつけましょうねということでいただきましょう。いやすごいですよね、はい、だ本当にこれは生ココナッツジュースが、まあ、いただけるという感じですね、はい、いやこれはちょっとねびっくりですね、はい、ということでいただきます。うん、まあそんなに得意な方じゃないですけど、美味しいことは美味しいです。でもすごいですねこれが、はい、客室に置いてあって、しかも生ココナッツでウォルドフアストリアのネーム入りっていうのね、わざわざこれ夜勤で入れてるんでしょうけど、すごいですよね。美味しいですということで、せっかくなんでねプール行きたいと思います。どのぐらい人いるんだろうな。今日ね天気悪いんですよ。さっきも雨めちゃくちゃ降ってたんで、まあ、そこまでいらっしゃらないかもしれないんですけども、せっかくね500バーツのクレジットもありますので利用していきたいなと思います。ということでなんとですね、撮影 OK ということで一応聞いたらね大丈夫みたいなんで散策しましょう。今ねここは着替えエリアにいて、まあ、こちらにお手洗いがあって洗面台があります。いや非常に高級感があっていいですね。でこちらにねあのスタイリングジェルとかモンダミンとかね、はい、おシェーブムキットまである、いいですね。ひげ剃っていきましょう。あとお水とかもありますね。いやすごい。でこれロッカーなんですけど、このバンドをですねこうグッと近づけると鍵が開くと、でこれをグッとやると鍵がかかると。いやすごいですね。で、こちらにシャワーがあって、でこちらにねサウナ、すごいですね。ミストサウナと普通のサウナが利用できるという感じですね。すごいですよね、はい、でシャワーが反対側にもあるという感じですね。いやすごい。ということでひとまずプールね利用していきたいなと思います。こんな感じで利用できるんですね。ビールは250円ですね。2杯は飲めるみたいな、そんな感じです。あとカクテルとかモクテルとかね、こういったものも利用できるという感じになっております。じゃあとりあえずビールもらいましょうかね。朝日スーパードライがありますね。いやどうでしょう。あ、まあまあ使ってる方がいらっしゃいますね、はい。今ビールを注文したらね席まで持ってきてくれる的なことを言ってたと思います。どうなんだろう、プールの水は冷たいんですかね。あ、ぬるいあ、これはいいですね。こういうことですね。ちょっとね、あのマイクがつけれてないんで音が良くないと思いますけど、こういうことですね。あ、いいな。で、ここでビールが飲めてこんな感じで利用できると。で、ここからは日向になってるんでこんな感じで、いやこれはいいんじゃないですか。あ、気持ちいい。これは最高ですね。しかもこの景色を眺めながらお酒が飲めるというね、これ最高ですね。いやいい。プールエリアカメラ OK って言ってくれるのは珍しいですね。普通はダメって言われるんですけどね、うん、まあ、ここは海外なんでねまた違うのかもしれません。よいしょ。まあこんな感じで楽しめると、これでお酒飲めるとか本当最高ですね。ということでやってまいりました。こんな感じでね、ビールとフルーツとお水、あとつまみみたいなのを一緒にいただけるんですね。
いやこの環境でお魚ビールいいですね。ということでビールいただきましょう。ではいただきます。うまいっすね。思った以上にね、利用されてる方が多くてびっくりですね。この環境はいいですね。お酒飲めてプール入れて、まあ、今日はねちょっと天気が悪いんで、ね、これをもっとガンガン引いてったらもっと気持ちいいんでしょうね。今若干寒いですよ若干肌寒いということでビールいただいて、私はちょっとねスパの方がちょっと1000バーツね、ホテルクレジットみたいな感じでもらえるんですけども、まあ、それがね1000バーツだけで利用できるメニューがあるのかっていうのをねちょっと聞いて、そこだけ確認して客室で戻りたいと思います。まあ、せっかく来てね利用できるのであれば、まあ、それもね利用させていただきたいなというふうに思います。ということでとりあえずねこちらいただいてゆっくりさせていただきたいなと思います。ということでただいまね、15時23分ということで、そろそろねパッキングして空港の方にね向かいたいと思います。まあ空港に向かいたいと思いますというか、まあ空港にはですね、まあ今日深夜のフライトなんですよね。23時59分発ということで全然ね時間あるんですけども、まあこのホテル自体はですね16時までレイトチェックアウトということで、まあチェックアウトした後ね、まあ行くところもございませんので、まあ空港に行ってね、待とうかなと思います。ということで今回ねこのウォルドーフアストリアっていうね私初めてね宿泊するブランドだったんですけども、まあ事前情報としてはですね、海外のブロガーの方は結構ねクソ味噌に書いてあったんで結構不安だった部分ではあるんですけども、まあ個人的にはね全然いいんじゃないかなというふうに思いますかね。まあ客室もねかなり広いですし、でまたねベッドもすごい大きいですし、まあ、今回ねアップグレードもしていただいて、朝食に関しては2名分無料でね利用することができて、でラウンジのない代わりに500バーツのクレジットっていう感じなんですよね。ですんでね私ちょっと勘違いしてたんですけども、朝食もね無料でいただけるっていう風になりますんで、まあ、特にね他のヒルトンホテルと、まあもちろんねラウンジは使えないっていう、まあもともとこのウォルドーフアストリアって多分ラウンジはないと思うんですけども、まあ、それを考えてもね、まあ、個人的には全然いいんじゃないかなと思います。でね1000バーツの、スパのねトリートメントクレジットっていう、また別にねスパのクレジットが1000バーツ分あるんですけども、まあ、これに関してはですねちょっと聞いたんですけども、1000バーツで受けられるスパはないんですよね。ですので最低がね2500バーツから使えるスパがね、使えるっていう風になっておりまして、まあもちろんメニューにもよるんですけども、まあそれから1000バーツ割引してくれますよっていうね、まあそういった類のサービスっていう風になりますんで、女性の方であればですね、まあいろんなマッサージとかね、受けたい方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあ女性の方っていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、私ね、マッサージとかね、受けたこと人生で一回もないんで、まあ特にね、利用したいなっていう風に思いませんので、まあ今回はね、利用しませんでしたけども、まあ、既存の料金から1000バーツね割引で利用していただけるっていう風になりますんで、もしね利用されたい方はね、まあ、1000バーツね割引で受けることができますので、まあ、この点はね利用していただければなと思います。で私ねプールのバーの方でビール2杯ね利用させていただきまして、まあ、結局1杯はね動画内で飲んだんですけども、その後ねサウナとかね利用させていただいて、その後ね利用させていただいたんですけども、250バーツのビールを2杯いただいたんですけども、まあ、これにねタックスとか入りますんで、500バーツあぶれます。ですんで88バーツぐらいねあぶれますので、まあ、この点はね、まあ、1杯だったら完全無料、まあ、2杯だとちょっとあぶれるみたいな、まあ、そんな感じですかね。まあ88バーツぐらいだったらね、まあ、払ってもいいんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、まあ、この点はね、まあ、人によるかなっていうところですかね。はい、ということで、まあ、一泊しかしておりませんので、まあ、特にねパッキングっていうのはないんですけども、まあ、忘れ物をしないようにですねパッキングして準備ねしていきたいなと思います。ということでウォルドーフアストリアバンコクチェックアウトしていきたいと思います。ねチェックインの時にねちょっと言い忘れたと思うんですけども、こちらねちょっと汚くて申し訳ないんですけど、電源なんですけど AC が1つと USB タイプ A が2つありますんで、ちょっとねどこにあんのかなってずっと思ってたんですけど、ちゃんとありましたんで、あ、よかったですね。はい、ということで、あとねそうそうこちらね
これガウンなんですけど、これね、六京都と一緒のめちゃくちゃふかふかなダウンでした。ガウンでした。これね、めちゃくちゃいいんで、ぜひね、利用してみてください。ということで、プチ情報をお伝えさせていただいて、チェックアウトね、していきたいと思います。いやー、よかったなー。では、チェックアウトして、空港の方向かいましょう。